皆さんこんにちは、のぺんです。ファイナルファンタジー10続きをプレイしていきます。よいしょ。なんとかユーナレスカ様は倒しました。しかし僕らは究極召喚以外での真の倒し方を見つけないといけなくなりました。やっていきます。ユーナレスカ様を倒したことによってその究極召喚ができなくなってしまったんで、だもんで真を倒す方法今んとこないんですよね。いやー、これマジ、シンを倒す方法を見つけないと、スピラのみんなに皮むけできん。やばい。アーティーだ、なんとか見つけてくれ。あ、これ、ザナルカンド、これ。ユーナレスカ様倒したらこんなになっちゃった。おお、なんだなんだ、アングルが。アングルが勝手に変わっちゃってる。あ、うわ、死んだ、あれ。うわ、死んだ。やっぱ、でけえなぁ。マジ、うん。究極召喚はないんだ。でも、なんとかするから。もう少し。待っててくれよな。ああ、死ん帰ってくる。死ん帰ってくる。もう分かった、ティーラーみたいな感じで。帰っていっちゃった。ジェクト、やっぱジェクトの意識はあるんだね、シンには。おお、引く手、ああ近い。てかめちゃめちゃ近かったじゃん。なんでそんな近づきたがりなの、シド。あ、迎えに来てくれたんだ、ありがとう。耳が、あ、シロさん、どうも。いや、でもなんかみんないい面構えになってきたね。しけた面だな。そんなこと言っちゃう。どうよ、見るんがも。どこ行く、どこ行くってしつこいよ。少しは自分でも考えてよね。兄貴も言うとりか。どうする、明暗を期待しよう。一緒に考えろよ。そうだな、シンはジェクトだ。お前とシンは確かに通じ合っている。それが突破口になるかもしれん。で、どうすんだよ。それが分かれば苦労はせん。だよな。あ、そうか。ユーナとシドは、あれだ、初めて会うんだ、これで。おじさんとメイの関係なのに。あー、シド、シド、うわ、涙を見せれんわな。いやー、なんかちょっと泣けるな、シド。こうユーナに対していろんな気持ちあったんだろうね、シドも。まあ、ちょっと声かけてみようか。思いつくまで待ってやる。頭絞って考えな。あ、ありがとう。整理して考えてみましょう。必ず手があるはずよ。な。まだ考え中。究極召喚も何もかもひっくり返っちまったしな。
焦っても道を見失うだけだ。落ち着いて先を見せろ。おお、リーさん、チッス。いらっしゃいませ。お、武器見せてくれ。高えな、やっぱり。アビリティの枠がね。うん。そうだな。どれもこれもいい武器ですな。そう、やっぱちょっと防具がねしょぼいんだよね僕ね。まあ今んとこいいか。ちょっといらねえ武器売ろう。よし、オッケー。今後も我が旅行講師をぜひともご贔屓に。あ、もうよろしく。いらっしゃいませ。もう大若さんと一緒にもうご贔屓にさせていただきますわ。おー、アルベド回復薬。あ、1000円もするんだね。結構するじゃん。あ、万能薬高えな。そうか、そんぐらいするもんなのか。買っとこう。あ、もうちょっと大事に使うべきだったな、万能薬は。これ、よし。今後も。あ、どうも。決まり。私ダメだね。なんだよ、いきなり。どうやってシンを倒すかずっと考えてるけど、エボンの教えにないことは私にはわからなくてごめん。リュウナ、謝るな。え、逃げているように聞こえる。リュウナには似合わない。うん、ありがとう、キマリ。あのさ、キマリは何かいい考えない？エボンの教えだ。教えじゃシンは倒せないよ。教えの中に答えはない。答えは教えの外にある。教えの中と外を知れば答えは見つかる。教えか。キマリならマイカに聞く。え、マイカ？力ずくでも喋らせる。それだ、キマリすげえよ。マジか。今からマイカになんか吐かせるみたいなことでやるのか。ていうか今聖ベベル級はもう相当守り固いでしょ。あ、逆に混乱してるからなんかてんやわんやだから来やすいのか。どうだ。おい、すんげえこと考えたぞ。あたしが思いついたんだよ。あたしに言わせなよ。要するにだな。てかもう仲いいね、二人ともね。歌が鍵よ。歌って。ジェクトさんは祈りの歌が好き。そうでしょ。うん。だからマカラーニョ湖の底で歌を聴いてたんだよね。あれほど凶暴なシンが、あれびっくりしたよね。静かに歌を聴いていた。あのな、お前の親父さんのことだから言いにくいけどよ。うん、言って。この方で歌聴いてるとかないよ、ね、どうしようもないんだからさ。じゃあ言うわね。正面からシンに立ち向かっても到底勝ち目はないわ。けれど祈りの歌を聴かせればシンはおとなしくなる。その隙をつけばなんとかなるんじゃねえか。
まあ反則かもしれねえけどよ、こだわってらんねえしな。なね、すごい作戦でしょ。ああ、試す価値ありだな。おし、じゃあ一回マイカに行こうか。お、シドに話しかけてナビマップをオープンしてください。目的地を選べば瞬時に移動します。おお、なんか飛空艇らしくなってきたね。よしよしよし、どうやら次の手が決まったらしいな。どこだろうと、こいつでひとっ飛びだぜ。おい、頼んだ。おお、かっこいいなんかかっこいいな。なんかいろいろあるの。性レベル機はどこだ。ここか。グレートブリッジ、ビーンカネルとナギヘイゲンの間の展開だったかな。もう一回グレートブリッジ行ってみよう。よし発進だ。もうすごいめちゃめちゃ暑かったね。あ、やっぱりここだ。よし、反逆者言うな。あ、やべえ、めんどなことになりそうだぜ。よくもおめおめと姿を見せたなそうだよね、エボンの名のもと成敗してやる。だってさ、どうする。売られた喧嘩は買うよ。突撃準備。待ちなさい。え、シェリンダさん。監督官殿。あなたたち、ユーナ様に何てことするんですか。ユーナ様が反逆者だというのはアルベド族が流したデマです。何それ。マイカ様がおっしゃいました。では自分たちはどうすれば。下がってなさい。そうしなさい。さっきの話どういうことさ。あの、本当は私にもよくわからないんです。寺院全体がドタバタ混乱していて、私も昨日突然呼ばれて門営の監督を命じられたんです。人手不足のようだ。はい、はっきり言って寺院はかなり混乱してます。もうひどいんです。僧たちがみんなで責任を押し付け合ってるんですよ。マジか、ひどいなそれは。もうエボンはどうなってしまうのでしょう。でも他の人が慌てているなら私がしっかりしないとですよね。ユナ様も頑張ってらっしゃるんです。私だって弱音は吐けません。メンタル強いな、セリーナさん。マイカ総老子に会いたいんだけど、できる。はい、大丈夫だと思います。裁判のまでお待ちください。あ、ちょっと待って。アルベドの流したデマって何さ。気にするな、マイカもユーナに頼るしかないのだ。てっきりエボンが崩壊してシェリンダさんがダメになっちゃうみたいな、虫がいいにも想像してたんだけど、逆だったね。説教してやるっすよ。シェリンダさんたくましいな。うん、行こう。今さら何をしろというのだ。早くシンを倒せばよかろう。ユーナレスカにまみえ究極召喚を得たのであろう。ユナレスカに会ったけどさ私たちで倒しました。なんと、もはや召喚士とガードが究極召喚の犠牲になることはない。一千年の断りを消し去ったというのか、この大たわけ者どもが怒られちゃった。何をしたか分かっておるのか。真を沈めるただ一つの方法であったものを。ただ一つなんて決めつけんなよ。新しい方法考えてるの。そのような方法などありはせぬわ。俺ら前代未聞すぎるよね。尻尾を巻いて異界に逃げるか。スピラの救いは失われた。もはや破滅は免れえぬ。エボンジュが作り上げた死の螺旋に落ちゆくのみよ。
わしは頭痛いだろうな、マイカ。スピラの終焉を見とうない。終わりにはしません。なあ、エボンジュってユーナレスカ様もおっしゃってたわ。ちょっとじいさん、エボンジュって何なのよ。死せる魂を寄せ集め、鎧に変えてまとうもの。その鎧こそ真に他ならぬ。真はエボンジュを守る鎧。その鎧を打ち破る究極召喚をお前たちが消し去った。誰も倒せぬ。待って、成仏したっぽい。うわ、メンタル弱いな、マイカ。ふざけやがって、好き勝手ほざいて逃げやがった。マジか。もうシェリーナさん見習えや。マイカ総領事は、まだ来ないぞ。いつまで待たせる気だ。あ、うまいな、アロン。変ですね。アロン、うまいっすよ。私、探してきますね。あ、バハムート。お前。僕の部屋へ来て。はい。あ、このバハムートの祈り子の部屋とか。ああ、なんでもないよ。祈り子様に会いに行ってきます。ふん。なるほどな。いや、いつもお世話になっています。本当バハムートさんにはお世話になってます。なんだ。真を復活させずに倒す方法、わかった？まだでございます。じゃあ、わかったらまた来てよ。話があるんだ。あれ？あ、ちょっと待って。真を復活させずに倒す方法、わかった？いや、分かってないけど、まあ分かったつもりって言っちゃおうか。はい。どうするの？もう。あ、その、エボンジュを倒せばいいんだよね。エボンジュ。うん、その、倒す。真の核だって意味だよね、エボンジュは。エボンジュを倒せば、終わる。ねえ、エボンジュのこと、どれぐらい知ってる？真が復活する鍵。真という鎧をまとった存在。エボンジュはね、昔召喚師だった。あれほどの召喚師はいない。でも今はただ召喚を続けているだけの存在。悪意も善意もなく、永遠の夢を願っているだけの存在。永遠なんてないのにね。ああ、俺たちが終わらせるからな。うん。究極召喚で真を倒してもエボンジュは倒せない。エボンジュは究極召喚獣に乗り移って、それを新しい真に作り変えてしまう。なるほど、そういうことか。エボンジュがやっとなんか分かってきた。乗り移る。そして新しい真に守られて、エボンジュは召喚を続けるんだ。永遠にか。でも君たちが終わらせるから、永遠なんてない。ああ、エボンジュは真の中にいるよ。ねえユーナ、僕たちも協力するから、エボンジュと戦うときは必ず召喚してほしい。君たちの剣や魔法じゃ倒せないと思う。マジで？だから読んで。必ずだよ。わかりました。はい、お願いします。それから君、すべてが終わったら僕たちは夢見ることをやめる。あー、やっぱりそうなんだ。僕たちの夢は消える。ティーダも消えちゃうんだ、うん、最後は。あんたたち長い間頑張ったもんな。ごめん。お疲れさん。何の話？何でもない。
そんな顔すんなよ。俺たち、シンを倒せるんだぞ。もっと嬉しそうな顔しろよ。何か隠してるよね。隠してない。本当に？嘘。下手だね。ああ、そうだね、嘘下手だね。あの、マイカ総領氏がどこにもいらっしゃらないんです。それ、いやでも嘘下手だねって言われたいよね。女の子にね。そうですか。言われてみたいわ一回。そうだ、歌のこと頼んでもいい？ああ、そうそう。ね、できるだけ大勢の人に伝えてほしいんだけど。例えばその、はい、何でしょう、なんか待ち合わせとかに女の子がごめん待ったって言った時に、いや待ってないよって、みんなも一緒に歌ってください。そしたら女の子が好きな中に伝えてくれ、下手だねみたいな、意味が分かりません、そんなこと言われたい。はい、何でもいいの。静かにします。このまま伝えて。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う、それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってくださいですね。それでシンを倒せるかもしれないんだ。本当ですか？はい、すごいです。任せてください、スピラ中に伝えます。シリンダさんからしたらわけわからないよね。よしよし、これで準備が整った。旅の始めはどうなることかと心配だったが、よくここまで来たな。本当ここまで来たね。もうこれで最後か。ちょっと一回セーブしよう。よし、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。 よろしければチャンネル登録お願いします。布ペンでした。さよなら。